女子部のリーダーとしてまずは私がこのライズのベルトを巻かなきゃいけないと思ってるんで、近々もみさんが持ってるベルトを奪いに行こうかなと思ってます。赤寺山、ベルトを背負ってるのに ここで負けちゃうのかっていう、まあ、正直何やってんだよって思いましたけど、ベルトなくなったらな、牛の格好したババアだぞ、痛いだろ。尊敬する先輩を超える時が来たかなって思ってます。牛のババアだけどベルト持ってるっていうのが唯一の今の救いなんで。そして王者の証でありますチャンピオンベルトが贈呈されます。黄色の玉井しおりって子が好きです。いつかももクロに曲作ってもらえるぐらいの選手になりたいなって思ってるんで。もののふさんなんです。私も一時期ハマってました。卒業しちゃった緑の子が好きでした。今日はライズガールズパワー旗揚げ、また来たいと思ってもらえたでしょうか。このベルトとともに一緒に成長していけたらなと思うので応援よろしくお願いします。旅行が生きがいなんで、試合決まった時点でもうチケット取ります。ハワイ行きます。今回の大会とかも見てもやっぱり他団体からチャンピオンが集まってきたりとかもしてるので、それはやっぱ1回目の大会が良かったっていうか、まあ、やっぱライズの女子盛り上がってるって他の選手たちも思ってる証拠だと思うので良かったのかなと思いますけど、私はもっと喧嘩売ってもらえるぐらいもっともっと強くならなきゃいけないなって。で、私唯一空手時代にキックの試合を見に行った選手が上村えりか選手の試合ともみさんの試合なんですよ。その2人だけは本当キック始める前から知ってて結構好きで見てて、キック転向しようか悩んでるみたいな話もちょっともみさんにしたりとかもしてて、キックやっちゃいなよっつって、やっちゃいなよっつって、もともとね空手の子なんで、でもやっぱりすごいキックをしたいなっていう目をしてたんで、来たら面白いなって思ったんでナンパしました。でキック転向してからもいろいろなんか教えてもらったりとか、手稽古とかもいっぱいお世話になってたんで、もちろんデビュー戦も気にしてましたし、でもなんかいつかもう必ず来るとは思ってました。こちらは平岡こと極真クラッシュ、そしてライズと階段を上がってきました。ただトーナメントの最初の時、あの日だってぶっちゃけ私の方が後ろの試合でしたけど、平岡 VS 那須川リリの方が盛り上がってたじゃないですか。そう、あれ結構ジェラシーなんでありますかね。おー、確かに平岡コート選手これありますかね。武蔵さん、ここ那須川にとってもプレッシャー近いですね。あー、そうですね、パンチ当てましたけど、あの盛り上がりは越したいなっていうのもあるんで、ね、平岡選手とだったらできるかなっていうのは思ってます。初のタイトルがもみさんっていうのは自分の中では結構なんか意味があるっていうか、尊敬する先輩を超える時が来たかなって思ってます。尊敬してますって言ってもやっぱりね、いつか倒してやろうっていうのはもちろん思ってるだろうし、なんか今回すごいかけてるっていうのはもう伝わってくるんで、インスタのストーリーとか全部見てっからな、全部見てっからな、あのミットのとか見てっからな。でも私のも見てくれてるよね、ありがとう。もみこっちにいろよ。仲間に言ってもらわないと
私が防衛戦するまで。そうです、交代制みたいなあっち行ったらこっち落ちるみたいなみんなあっち行ってこっち行って、私戻ってこい言えるかあの試合見せられて言えるか言えません、エミさんしか言えないです。あの試合を見ても結構あの思うことはありましたね。キックとか総合とかなんか越してる感じがしたんですよね。なんか女子のトップの戦いだなと思って、その純粋にどっちもかっこいいなと思っちゃって、だそれを前の試合でできてかって言ったら全然できてないんですよ。チャンピオン対決でもどっかでちょっと背負いすぎちゃったのかもしれない。だからまあ今回チャンピオンとして上がるけど、戦い方は本当に自分勝手にやるし、前に上村選手もそれでいいって言ってくれてたし、キャラと違って身長が、はい、サンダーのみんなもなんか調子に乗っちゃった方が良かったから、そうなんだ、勝って、そうそうそう、だからもうこう動けばよかった。それを信じて自分は自分の戦い方をしようかなと思ってます。やっぱラウンドが長くなればなるほどモミさん上手いなって思うんで、お客さんを巻き込むのも上手いと思うし、空気を変えるのが上手いなってすごい思うので、負けたくないんですよね。相手の土俵で戦って勝ちたいみたいなところなんで、頭使って勝てるようになりたいんですけど、でもやっぱ簡単に倒せる相手でもないのは分かってるし、まあ、そのためにどうしたらいいのかっていうのは今しっかり練習しているので、作戦通りに行けば 100% 倒れると思います。何ですかね、まあ、ごちゃごちゃ何並べてもあのかっこいい試合がしたいんですよ。それだけです。ひなとがライズクイーンミニフライ級のベルトを手に入れました。ね、他の女子選手と比べて試合の花もそこまでないですし、ビジュアルもいいとは言えないですし、全然なんか自信ないんですよ多分。取材とかで大学の友達にどういう反応されてるんですかとか言われて、あ、言ってないんですよみたいな。そんな目立ちたがり屋じゃないんですごいって言われるとなんて反応したらいいか分かんなくて、いまだになんで言えないんです女子だけの大会が開催されるということで、私がキックボクサーの中で一番尊敬している保見選手とチャンピオン同士の対決がしたいんですけど、1ラウンドを終えて上村さん、はい、印象いかがですか。いやー、あの日向選手喧嘩打っただけありますね。めちゃくちゃ調子いいと思います。もう赤寺山、寺山の勝ち。ジャッジ佐藤慎二、勝ちましたね。もう見てて安心する、技術だったらもう負けない、誰にやっても負けないから、そのぐらい自信あるんで。ただ相手いないからね、ライズに。なんかいつだって挑戦者とかいう、まあ、題名の曲で、もう自分にもなんか通じるというか、この気持ちでいかなきゃなとか思ったりとか、曲聴いてて結構頑張れるなって感じです。ひろやくんがあの公演に来てくれて、それで知り合って、で試合見に行ったりして、もう面白いってドハマりして、でキックここ始めてプロになるって決めてから引っ越してきました。本当初めてきっかけを与えてくれたのですごい感謝しています。まあ、ここも格闘技を通していろんなことを学んで、人間としても成長できてっていう、何かきっかけを与えられたって思うとすごい嬉しいですね。いいことでもあるし悪いことでもあるんだろうけど、でも自信がすごい多分自分にあるんで。コートちゃんより料理はできるんで。何できるの。いや、何言ってごめん、言ってくれれば。本当に絶対嘘絶対嘘じゃあ今度作ってきて。何を。ハンバーグ。余裕。え、本当にハンバーグ作れない。作れない。でもカレーは作れるよ。違う、ちゃんと作れる。結構喧嘩を打ってくるんですよ、ここで。なんかすごい対抗してくるんですよ、いつも。なんか暇があるとすぐタイに行っちゃうんですよ、ここちゃんは。なんか3日4日の休みがあるとすぐタイ行っちゃうんで、
大ジャンキーです。この間日本でもやったサオト選手とサオエク選手とかもすごい尊敬しますし、あとやっぱジョムトーン選手とかも結構仲良くさせてもらってて、練習とか見ててもすごいなって思うんで、その練習でもすごいなって思われるぐらいの選手になりたい。女子のこういうガッツというよりかは男子選手の冷静さというか、なんかなんだろう、綺麗だし上手いですよね。決まってよしやるぞと思いましたけど、やばいやばいやばいっていう方がでかいです今。ストレート打つジャンプだけ。そう、自分パンチで姉ちゃん綺麗なんで、そうです。なんか急に意見聞くようになって、途中からなんかおかしいなと思い始めましたね。それでなんか意見聞くようになって強くなった感じあります。なんか自覚が変わったっていうか、今のままいけば負けないと思いました。女子転生は全然一番、しかも兄弟なんで一番何でも言えるじゃないですか。だからすごい頼りにしてますね。自分が素直に聞けるようになったのが最近ですね。っていうか意地張ってる場合じゃないのもそうありますね。何としてでも強くならないといけないんで。でもいきなり相手聞いててどう思います？いやもう嬉しかったです。もうやるしかないって思います。ヒロヤさんに LINE でもうやりたいやりたいやりたい。ライズなんでやっぱパンチとかもっといっぱい出していきたいなとは思ってます。ちゃんと考えながらいろいろ戦って、それで倒せたら一番いいなっていうぐらいの感じ。いつかももクロに曲作ってもらえるぐらいの選手になりたいなって思ってる。今一番欲しいのは倒せるその力というか、まず倒せる選手になりたいですね。今の目標はそうなればもっと盛り上がるんじゃないかなって思います。